有馬の反乱を鎮めた信長は西国の攻略を再び秀吉に委ねて自身は京へと帰還していた。しかし毛利の勢いは衰えず、西国の戦線は膠着。信長は苦戦する秀吉に援軍を派遣すること。おい、その話は本当か？桃地の兄貴が信長様を裏切ってはめようとしたって。はい、その後伊賀忍団は明智らの手により壊滅、桃地も討ち取られました。そうか、兄貴の中ではまだ家族を奪った武士への憎しみが渦巻いていたのかもしれねえな。戦が悲劇を呼び、また新たな戦の火種を生み出す。こんな負の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。と、それより今は目の前の戦に集中だ。よっしゃ、今回もやるぞ、はずうじ。無論、手前にとっては主の勝利が全てです。光秀たち援軍が来ればこの膠着も打破できるはずだ。それまでに流れをこっちに引き寄せとかねえとな。一丁手柄を立ててくる。検索します、秀吉様。高松城は辺り一帯沼地みたいだ。正面突破は難しいだろうな。では俺をあの高台へ。策を練るためまずは地形を把握します。主とか勝利のため、どちらも守り抜く。この高松城何人たりとも奪わせはせぬ。主、前線に出る際はお気をつけよ。有事の際はお呼びであればすぐに手前が。おう、いつもありがとな、勝内。つくづくオイラはいい仲間に恵まれたよ。見ててくれよ、半兵衛。オイラは勝つ、必ずな。よし、取ったぞ、神戸。ここに本陣を置くから、お前は策を練ってくれ。見通せました。こたびは水系が適当かと。近隣の河川を氾濫させ城を沈めましょう。敵を城から引きずり出そうってわけだな。よっしゃ、準備を進めるか。高台を奪いよ。手柄はもらった。行け、皆の者、必ずやあの地を奪い返せ。開門。織田の奴ら妙な動きをしておる。行け、奴らの企みを阻止せよ。開門。策をなすためには河川のせき止めが肝要が、こうも敵が多くては進軍もままならない。お主、わしの手柄となれ。水系をなすには城の周囲に堤防を築き、せき止めた河川の水を注ぐ必要があります。手間はかかりますが、こたびはこれが上策かと。多くてこのままじゃ先に進めねえ。策のために堤防を作んなきゃだってのに。へっへっへっ
来てもらうしかねえな。やっちまうぞ。手柄はもらった。よっ、そこか。はい、そう。ハイソン署名を合点承知。いただきだ。お手柄です、アルシ。ハイソン、工作兵が撃破されたか。ならば再び配備するのみ。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。どうせだ。織田の隙に動かれてたまるか。兵を集め吸収してやろう。この辺りが適しているね。では河川のせき止めに着手しろ。貴様らここで何をしている。勝手な真似は許さんぞ。オイラの出番だ。そこか。ここいらの敵はあらかた片付いたな。先へ進む。手を蹴るわ。みんな出るぞ。合点承知。やれやれ、油断も隙もねえ奴らだ。放っておいたらどうなっていたことか。鉄砲隊、織田の手勢を仕留めよ。何人たりとも高松城に近づけはせぬぞ。鉄砲隊とは厄介な。城に近づくにはやはり正攻法では難しいようだ。準備を再開しろ。他の者は工作兵の防衛に当たれ。計算通りだ。その動き俺には見通せている。ここは引こうか、あるまい。お見事にございますな。あねまし。敵の妨害も俺の前では無意味だ。
準備ももう間もなく完了するか。こちらの準備は完了だ。合図が出次第即座に河川をせき止める。いただきたい。だな。よし、作業再開だ。他のみんなは工作兵を守ってくれよ。震えよ、カズウジ。俺たちの働きで必ずや秀吉様を勝たせるんだ。承知。ったく、やたら張り切った。見てるか、軍師。これ式のやつら、オイラの敵じゃねえ。さて、堤防の様子はどうかな。よっしゃ、堤防完成だ。あとは官兵衛のせき止めがうまくいけば。水系の準備万事完了だ。水流に飲まれないよう皆を交代させねば。全て俺の計算通りだ。交代が想定以上に遅れているようだ。これでは策の発動がままならない。オイラの出番だ。よっ、みんな交代したな。じゃあ水攻め決行だ。計算通りことを運んだにすぎません。勝利をつかむまでどうか油断なきを。高松城が水没しただって。みんな急ぎ友軍の援護に当たる。勝利条件変更。ここに来て毛利の増援か。想定より多いが切り抜けるほかねえ。川が氾濫した。水が城まで入ってくる。逃げろ。この水はまさか織田の仕業か。高松城は捨てるほかあるまい。行くぞ。手柄はもらった。氾濫により浅瀬になった箇所がありますね。おそらく敵の増援が通るでしょう。ご注意を。官兵衛様、怪しい奴を捕らえました。このような密書を所持していたのです。これは密書、一体どのような。急に秀吉様にお伝えせねば。止めよう。だいぶ毛利を打ち払えたな。これ
勢いが弱まるといいが。官兵衛様より伝令です。急ぎこちらの書簡をお目通しください。信長様が光秀に。クソ、なんだってこんな。落ち着け。おいらが今なすべきことは急いでここを片付けて今日に戻ることだ。敗北条件変更。これで終わるわけないだろう。門を開け。さあ激しく攻め立てろ。この砦をぶつ。承知した。踏んどるつもりだ。俺たちも舐められたもんだな。このままでは終われぬ。援軍と共に織田を殲滅してくれるわ。やっちまうぞ。織田の後輩をついてやろう。者ども、行くぞ。手柄はもらった。仕留めを果たす。オスタ、さあ計算通りだ。すべて俺の計算通りだ。その動き俺には見通せている。耐えきれん。聞かせてもらう。自由権利を地で行くやつだ。耐えきれん。聞かせてもらう。俺には見通せている。聞かせていただこう。おう、やるではないか。オイラの出番だ。そこか。仕留めを果たす。隙だらけだ。砦の制圧は完了だ。ここから早急に敵本陣を叩く。兄上たちの子孫寺はさすがに想定外だ。奴らの勢いをそがねばならないのに。おいらの出番だ。承知した。我が功となり。やっちまうぞ。手柄はもらった。うおら。承知した。どりゃー。よっ、こんやろめ。それ。うらうら。向こう一つ、いただきだ。ここは引こうかあるまい。お手柄です主。仕留めを果たす。
事にあだなす奴らは消す。務めを果たす。それだけだ。向こう一つ、いただきだ。合点承知。ここは引こうかあるまい。高松城を沈めたとが、その命で贖ってもらう。敵将討ち取った。おお、やりましたね。これでいい。全て俺の計算通りだ。大津だ、急げ。計算通りだ。水攻めとは随分考えたじゃないか。けどそうやすやすと勝てると思うなよ。承知した。さっさと勝たねえと困るんだっての。オイラは急いでんだよ。悪いが、これがオイラたちの戦い方だ。恨むなら恨めばいいさ。そこか。やっちまうぞ。手柄はもらった。攻めを図ったのはやっぱり君か。それなりにやるんだ。これ式の手柄、誇るようでは下の下。俺が真に求めるのは勝利のみだ。血を譲るしかないか。けど妙だ、奴らどこか焦っていたような。よっしゃ、勝った。これで京に戻れると。その前に毛利と話をつけとかねえとな。